杯決勝戦終了後に行いました。よろしくお願いします。ありがとうございます。やはりみんなで笑顔で終われたということでとても嬉しいです。いや、自分自身今日で引退なんですけど、今日で最後っていうよりも今シーズンの最後っていう思いの方が強くて、みんなはすごい自分の引退っていうのを一つ思ってくれてたのもあったんですけど、私の中では今シーズン積み重ねてきたことの、全部出そうっていう最後っていうことが強かったので、みんながすごい自分のためにっていうのが、今日の勝利につながった一つになってくれてたのはすごい嬉しく思います。それこそ引退っていうことに、涙するよりかは今日みんなで優勝できてよかったなっていう思いの方が強かったですね。一番は特にないですけど、今日が一番になったなと思います。特には書けなかったですけど、今日はなんか明けましておめでとうというよりも、その一つの試合っていう雰囲気の方が強くて、みんな朝からおはようおはようっていう普通の挨拶だったりとか、普通のなんでいい意味で緊張しないような感じに、試合に臨めたかなっていうのがあります。ありがたいことに、選手権今日で8回目の優勝なんですけど全部、やっぱ宝物ですし、やはりその2009年から、優勝してなかったということで、このチームでも、優勝リーグ優勝もできてなかったので、優勝を本当に目指してやってきたので、金メダルもらえて嬉しいです。どなたにどのように、いや、今まで全てに関わってきてくださった皆様というか、お世話になった皆様に、優勝という報告ができたことがとても嬉しいです。ベンチからはキリュウっていう声でした。はい、悔いなく全てにおいて全力でした。はい、もうやりきったやり抜いたっていう感じです。はい、今年2015年、女子のサッカーのワールドカップイヤーなので、ちょっとでも関わって盛り上げられたらなという思いは強いです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。